はい、ということで今日も元気よく社内の勉強やっていきましょう。今日は江戸時代の身分って市の交渉って何っていうことについて説明していきたいと思います。はい、それでは結論からいきたいと思います。江戸時代の身分なんですけど、江戸時代は武士、百姓、町人がいた。そしてそこから排除された人は得た否認などっていう身分の人もいましたよっていうところになっていきます。それでは江戸時代の身分について具体的に説明していきたいと思います。江戸時代の身分っていうのは大きく分けて3つありました。武士、百姓、町人。百姓が 85%、 武士が 7%、 町人が 5%、住んでいました。武士っていうのは、支配階級、他の人々を支配するような階級で、様々な特権、刀を持てたりとか名字を持てたりっていう特権がありました。まあ、その武士の中でも、旗本ってなる人、御家人ってなる人、大名ってなる人が、いました。そして百姓、まあ、農民ですね、これは支配される非支配者階級で、武士の生活を支える大事な生産者、まあ、米を、人々は食べていくので米を作ってくれる大事な生産者でした。そして町人、町人というのは職人と商人に分けられます。職人というのは物作りをする人ですね。家を作ったり、草履を作ったり、農業の道具を作ったりっていうことで、手工業品などを作る、この人も生産者でした。何かを作り出す生産者。それに対して商人っていうのは非生産者です。何か物を作り出すっていうよりも、物の売り買いを通して利益を求める、農家が作った大根を、売るとか、職人の作った着物を売るとか、そういうものでした。どちらかというと江戸時代、まあ、江戸時代っていうか昔はそうなんですけど、世界的に、物を作り出すんじゃなくて物の売り買いで利益を、生み出すっていうのはちょっとどうなのっていう、時代でもあったっていうことで、どっちかというと、まあ、軽く見られているというか、生産者の方が大事だよねっていうのが江戸時代になっていました。そしてその3つに入らない人々は、得た否認というふうに、差別された身分の人もいました。はい、タイトルにもある市の交渉ってありますよね。昔は市の交渉っていう言葉が使われていて、武士が市ですね。で、農っていうのが百姓。そして、公商っていうのが町人のことですね。公が職人、商が商人っていうふうに4つの身分がありましたよっていうふうに言われていますが、まあ、現在は武士、百姓、町人っていう3つで分けることが多いです。考え方もちょっと変わってきて、昔は武士がお偉いさんで、その下に農民がいて、その下に、職人がいて、商人がいて、その下に得た否認っていうように、この縦の、つながりというか、一番上が偉くて一番下が、偉くないよっていうふうに考えられていたんですけど、最近は武士はまあ偉い支配者層だけど、その商人と百姓っていうのは、支配される側っていうことで、まあ、平等だったんじゃないかっていうことで、そこから排除された人が得た否認っていうわけであって、まあ、下にいるっていうよりはこのピラミッドの別のところにいるよっていうのが得た否認っていう考え方が多くなっていきました。ということで、江戸時代の身分って言われると武士、百姓、町人っていうふうに3つに分けられることができるんですけど、江戸時代ってのはめちゃくちゃ長いんですよ。260何年もあるわけで、その中で江戸時代後半にはこの支配される側、支配する側っていうのも崩れてきて、特に後半に入ってくると商人が力を持っていくんですね。物を売り買いする人が力を持っていって、この支配者層である武士、大名に、助言したり、こうした方がいいんじゃないですかって言ったりとか、お金を貸して言ったことで立場がちょっと商人の方が上になってきて、政治に口を出したりとか、他にも町人から武士身分になる人がいたりとか、百姓から武士身分になる人、まあ、新選組とかですよね。新選組の人ももともと農民だったんですけど、武士、として認められていたっていうことで、ちょっとずつ後半になるにつれこの身分自体もなくなってきたよという形になります。はい、それでは今日は、江戸時代の身分についてやっていきました。まあ、後半になってくるとその身分の支配、制度っていうのは崩れてくるんですけど、江戸時代当初始まったばかりの頃は武士、百姓、町人、そして差別された得た否認っていう身分の人がいましたよっていうことを覚えておいてください。